皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はシリウスの天使たちがレクチャーする瞑想シリーズのステップ3です。より具体的な方法について紹介してくれています。シリウスの天使たちからのメッセージ。地球上のすべての生き物に親切にしてください。多くの人々は、なぜ多くのネイティブアメリカンのスピリットがライトワーカーのガイドとしてここにいるのか尋ねます。ネイティブアメリカンはかつて自然と共存し、地球に害を及ぼすことはありませんでした。彼らは動物を尊敬の念を持って扱い、食べるために動物を殺す前に、その命にいつも感謝していました。また彼らは自分たちの長老をとても尊敬していました。彼らは肉体的に疲れて狩りができなくなった時に、若者がアドバイスを求めて頼りにする賢い人になりました。彼らは転換期であるこの時に地球の世話をする方法と、地球と調和の取れた生活をする方法を人間に思い出させ、助言するために今ここに戻ってきています。この惑星上のすべての生き物にはその用途があり、小さなのみでさえ何らかの形で役立ちます。すべては神の秩序の中にあるのです。自然は完璧に機能していて、今までもそうでした。動物は時に他の動物の餌として使われることもあります。これはたとえ食物連鎖の先頭に立っていたとしても、人間が他の生き物よりも優れているということではありません。地球には岩石や小石、砂にさえも確かに意識があります。結晶や宝石などの鉱物は長い間人間の感情を癒すのに役立ってきました。木や花や草も同じことをしています。地球は人間が何をしようとも常に自己修復することができます。もし必要な場合は人類を惑星から追い出すことさえできます。親愛なる皆さん、今はそんなことは起こりません。それどころか地球は何世紀にもわたる乱用から回復しつつあり、ついに多くの人々が地球が育まれ世話をする必要があるという事実に目覚めつつあります。今行われている大きな変化は強力であり、さらに多くの変化がありますが、ライトワーカーとして目覚めた人は嵐を乗り切り、彼らに続く人々を助け、世界での新しい存在の仕方へと導いていくことができるでしょう。ステップ3、無害に関する瞑想。楽な姿勢で座るか横になり、目を閉じて大きく3回深呼吸をし、穏やかな呼吸をして緊張を吐き出します。頭のてっぺんからつま先の先まで、全身の筋肉の一つ一つをリラックスさせます。うまくリラックスできたと感じたら、自分だけの神聖な場所にいる姿を想像してみてください。ここは、あなたが安心して育まれていると感じる場所です。それは、自然の中にある場所でも、家の中でも、今まで行ったことのない場所でも良いでしょう。ここで横になり、しばらくの間、あなたのガイドと天使があなたを守るためにここにいて、あなたは完全に安全であることを知ってリラックスしてください。この世界または次の世界で、あなたを愛してくれたすべての人々について考えてみてください。彼らが一人ずつあなたの神聖な場所に来て、あなたを愛していることを伝えてくれることを想像してみてください。何も言わずに無償の愛のその感覚に浸り、彼らがあなたに与えるために持っているすべての愛をただ受け取ります。全員がその空間を去った後は、あなたを動揺させた人、またはあなたが過去に問題を抱えたことがある人のことを考えてください。それはあなたがよく知っている人かもしれませんし、あなたが個人的には知らないがあなたを動揺させている人かもしれません。あなたは光の泡の中にいて、彼らにはあなたを傷つけることができないことを知って、
その人をあなたの神聖な空間に連れて行ってください。では、この人を小さな子供として想像し、あなたが母親や父親のように無条件に彼らを愛していることを彼または彼女に伝えてください。この人の周りにあなたの腕を回し、この小さな子供があなたの腕の中でリラックスし、あなたに心を開いているのを見てください。母親や父親、あるいは親切なカウンセラーがするように、この人の問題に耳を傾けてください。話を聞き、質問に答えてください。あなたはいつもこの人のためにそこにいること、そしてあなたはこの人をとても愛していることを思い出させ続けてください。準備ができたと感じたら、大人としてこの人を想像し、会話を続けます。あなた方の間のすべての問題が話し尽くされ、単に見解の相違を認め合うだけであっても、何らかの合意に達するまで続けてください。そうすれば、お互いの立場をより理解できるようになるかもしれません。そしてお互いを抱きしめ、友達になることに同意します。この人もあなたも皆、一つの一部であり、創造主によって無条件に愛されていることを思い出させてください。そこに分離はありません。この人に別れを告げ、問題を抱えている次の人を連れてきて、手順を繰り返します。完了するまで他の人にも同じ手順を繰り返し、全員に輪になって手を組んでもらいます。輪全体に愛情のこもった考えを送ってください。輪が白い光の泡になり、泡が惑星全体を取り囲み、純粋な愛で包むまで、泡のサイズが大きくなることを想像してみてください。暗闇がすべてなくなるまで、この愛と光を浴びている惑星を想像してみてください。準備ができたら、ハグしてみんなに別れを告げましょう。一人で静かに座り、ガイドと天使からの癒しを受けてください。準備ができたら、目を開けて、設置し、完全に目覚めている意識に戻ります。これは強力なエクササイズであり、非常に微妙なレベルで働きます。あなたが問題を抱えている人々は、あなたへの態度を変えるか、あなたの人生の外に出て行き、あなたを平和の中に置き去りにします。これは、最初は奇妙なプロセスに思えるかもしれませんが、練習することで素晴らしい結果を得ることができます。いかがでしょうか？以前にも議題に上った嫌いな人問題が再浮上してきましたね。あなたは嫌いだったり苦手な人を許して愛することができるでしょうか？今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。